俺は本堂明、24歳の本屋店員だ。今日は美容院に行かなきゃいけない。ことの発端は姉からの髪切れの一言だった。おすすめの美容院を紹介され、今日そこへ行く。髪触られるの嫌いなんだけどな。憂鬱すぎる。せめてもの抵抗で女の美容師だけはやめてくれと伝えたけど、どんな人かな。本堂様、お待ちしておりました。いざと美容院に来てみれば、イケメンが俺を呼んでいる。しかも好みの顔すぎる。本日担当します、店長の加賀と言います。あ、予約してた本堂です。これは通い詰めそうだ。それから椅子へ案内され、まずはシャンプーへと連れて行かれた。本堂さん、髪かなり綺麗ですね。俺好きです。え？ああ、男から好きって言われても困りますよね。すみません。褒められたことなかったので嬉しいです。それならこれから毎回褒めますよ。にっこり笑う加賀さんにドキドキしてしまう。今日はどうする？それから髪がすぐ伸びるたびに加賀さんの元へ行った。今日もお任せがいいな。本堂君、すっかり常連だね。あはは、来すぎなくらいだよね。他の従業員とも加賀さんともタメ口で話せるくらい仲良くなった。最近暑いから少し短めにする？加賀さんが耳に触れてきた。そうだね。あっさり触られたけど、なんかくすぐったかったな。はい、ちょっと短いからイメージ変わるよね。確かに、でもすっきりした。鏡越しの加賀さんと目が合うと、加賀さんは俺の髪に口づけた。え？ほんと、イメージ変わるけど可愛いね。次はまた違う感じにしようね。焦りあたふたとする俺に対して加賀さんは笑顔だった。髪に口づけられて、さらに可愛いと言われた。少しは脈あるって思っていいかな。でも加賀さんモテそうだから違うかも。次が来てしまった。でも加賀さん、いつも通りみたいだ。ねえねえ本堂くん、どうしたの？いつもと同じ椅子に座ってると加賀さんが顔を寄せてきた。驚く俺に加賀さんは髪の毛を触っている。今日はちょっとワックスとかつけていい？あ、どうぞ。顔が近いからびっくりした。いつ触ってもいい髪だよね。やっぱり好き。ありがとう。髪のことなのに自分のことかと思っちゃうよ。ああ、心臓持ちそうにないな。ある日、いつものように次の予約をしていると、仲良くなった美容師さんに声をかけられた。お願い、本堂くん、ヘアカットモデルしてくれない？俺がですか？うん、俺が髪切ってもよければだけど。それは全然いいけど。メンズ向けにホームページに載せたくてさ、顔は出さないから。でもこれで加賀さんの美容院が人気になるならいいかな。それに俺が貢献できることならなるべくしたいし、俺がモデルして少しでもお客さんが増やせるならいいよ。ありがとう。感謝の意味も込めてか、スキンシップ激しめの美容師さんに頭を撫でてもらった。でもまさか加賀さんがこっそり聞いていたことにも気づかなかった。次の予約日、いつものようにシャンプーから始まった。世間話程度に俺は加賀さんにモデルの話をした。あの、俺ここのモデルに誘われてて。そうなんだ。うん、加賀さんに貢献したくて OK したんだ。加賀さんから何も言葉が返ってこなくて不安になった俺は、思わず目を開けてしまった。本堂くんの髪は俺だけが触ってたいな。少しずつでも確実に近づいてくる顔、気づけば俺は加賀さんとキスしていた。唇が離れた加賀さんがあまりにかっこいいから、俺は思わず、俺加賀さんが好きです、だからモデルも引き受けて。早とちってしまった。もう美容院に来れないかも。うん、知ってるよ。え？
俺もずっと好きだったからね。やっと言ってくれた。本当？嘘ついてどうするの？すっごい嬉しい。そうして俺は加賀さんと付き合うことになった。実は髪に触れた時点で惚れたんだって後から教えてもらった。なんかお互い一目惚れみたいだなって二人で笑った。アキラ、遊びに行こう。うん。頑張って美容院通ってよかったな。だってこんなかっこいい恋人と付き合えたんだから。